カハルブルハカハルブルハは、アイルランドの独立運動家、政治家。アイルランドの首都ダブリンで、カトリックとプロテスタント双方の血を引く家に生まれた。本名は、チャールズ・ウィリアム・セント・ジョン・バージェスである。独立運動に参加した多くのアイルランド人とは、違い、彼は、イエズス会系のベルベデーレ・カレッジに入学したが、16歳の、時父の商売の失敗により退学を余儀なくされた。 1899年にゲール語連盟に加盟し、1913年にはアイルランド義勇軍の将校に任命されている。1916年のイースター法規に際しては、イーモンキャント指揮下の南ダブリン部隊の副指揮官として戦い重賞を負っている。アイルランド独立戦争においても活躍した。1917年10月 IRA の 三謀町に任命され1919 19年3月までその地位に止まった。1918年にはウォーターフォード選出の議員に選出され、アイルランド民族主義者の組織したアイルランド共和国暫定政府の国防大臣に就任した。第1回議会では政治部門の指導者である英文でバレラとアーサー・グリフィスが不在であったため、ブルガが議長を務めた。ブルハは アイルランド独立運動の指導者、マイケル・コリンズへ敵意を抱いていたことで知られる。コリンズは IRA の情報局長に過ぎなかったが、アイルランド共和主義者同盟での地位と彼のカリスマ性によって、ブルハをしのぐ影響力を保持していた。1920年に開かれた IRA の会議で、ブルハはイギリス軍を待ち伏せした際には、降伏を呼びかけてから攻撃するよう主張したが、 現場の指揮官の反対により提案は却下された。ブルガはまた、戦線をイギリス本土へと拡大するように主張したが、これはコリンズの反対により実行されなかった。1922年の AI 条約受け入れをめぐる議論では、批准反対に投票し、国防大臣を罷免された。内戦中の戦闘では、反条約派に立ち戦ったが、戦闘で重傷を負い、 1922年7月7日に死亡した。ありがとうございます。